まゲームを通して知れる、こう、日本神話の話、えカグツチですね。はい。日のカグツチという、こう、神様についてお話をしていきたいと思います。はい。まあ、この神様はですね、えー、本当に名前有名な神様ですので、いろんな、こう、ゲームとかね、そういう、こう、エンタメ作品に、たびたび名前登場すると思います。まあ、ゲーマーであればね、名前聞いたことある人がほとんどじゃないかなと思います。あのー、 古事記と、まあ、日本書紀というね、まあ、あの古代の二つの書物であの表記の仕方がちょい違うんですけども、あのー、家具土ぐっていう、ね、言葉は両方とも、えー、入っているものですから、まああの、後世のエンタメ作品ではね、あのー、家具土つっていうそういうあの名前として出てくることが多いんじゃないかなと思います。まあ、日本書紀だとこう、本結びとかいうね、そういうあの表記の仕方もしたりするんですけども、 えっと、このカメさんはですね、確か、あ、アマテラスだったか。すいません、あの、ムラクモじゃなくてアマテラスの話だったかな。で、あの、以前に話をした時,時に、あの、最初のこう、日本神話の、えー、イザナギとイザナミのこう、夫婦心の話ぐらいから、あー、あのー、やりましたのでね、まあ、その時にこう、途中で出てきたんで、その話と一部被っているかもしれませんけども、まあ、あのー、 もう一度ということで、あの、イザナギとイザナミの夫婦神の神様の神弓の儀というね、えー、あれによってこう、えー、生まれた子供ということになります。で、火、まあの神様だったということで、あのー、この神弓の儀のですね、一番最後にこう生まれた神様でした。で、まあ、その時もですね、確か喋りましたけどもこう、イザナギとイザナミの神弓の儀で、 最初にこう生まれた神様っていうのは、あ自然が由来の、えー、そういうですね、えー、神様がほとんどになっております。まあ、草の神様とか、えー、木の神様とか、えー、海の神様とかですね、まあ、家具土は火ですけども、まあ、こういう、あのー、自然系の、あのー、神様っていうのが大体この、 えー、イザナギとイザナミのこう最初の子供たちですね。だいたい初期勢あたりです,ですよね。神様で言うと。はいえー、というふうにこう覚えておくと、えー、覚えやすいかなと思います。で、まあ、その海の儀の,の最後に生まれた神様になります、えー。なぜ最後かというとですね、この家具土という神様を産み落としたことが、これが原因となってですね、あのー、母親の方のイザナミは、えー、死んでしまうんですね。 まあなので、あのー、この神様があ最後の生まれた神様ということになります。で、まあ、やけどが原因で、えー、それでね、イザナミは死んでしまうんですけども、で、あのー、イザナギの方ですね、こう、あのー、父親の方はですね、これ大変こう、あのイザナミが死んだことで、こう、怒り狂いまして、あのー、生まれたばっかりの カグツチをですね、切り落としてしまうというね、えー、そういうことがありました。まあ、あの、生まれたばっかの子供に対してね、それはそれでこう、ひでえ話ではあるんですけども、まあ、その時にですね、あのー、こう、カグツチの首を切り落とした、ああ、こう、剣というのがね、ありまして、まあ、それがですね、えっと、ワイガドハーツにも名前が登場する、アメノオハバリというね、えー、剣になります。まあ、これは次回以降またですね、あのー、 ワイルドハーツの登場する武器の、えー、関連トークみたいなことで、あのー、詳しく喋っていきたいと思います。あの、カラクリ島ですね。カラクリ島の名前で出てくるアメノオハバリという剣、えー、があるんですけども、まあ、あれ、こう、イザナギが使っていた神話状の剣でして、まあ、それを使って、えー、各土を切り殺したということになりました。 でまあその,あの切り殺されたね、核土なんですけどもその、えー、死体と言いますかあ、まあ、飛び散った土とかですねそういうものから新しいですね神様がこう複数生まれるということになります。まああんまり有名な神様はいないと思うんですけども一番有名なのは武見一土かな。あのー 大体こうエンタメ系の作品とかだとそうですねあの雷神でね描かれることが多い竹見一二っていうこう神様があーこう次の世代にいるんですけども、まあ、その神様っていうのは卓土の、えー、死体といいますか飛び散ったこう力ですね生まれた神様のうちの一体ですねあのー、芦屋中津国の平定の、えー、日本神話で、えー、こう名前が出てくる 神様だもんですからまあ,あのそこそこ有名で、えー、後世のエンタメ作品でもこうよく、えー、出てくるんですけどもはいあのー、まあ雷神としてこう有名なんですけども同時にこう火の神様でもありあと刀の神様でもあると、えー、そういうようなあ形になっておりますまあこれはあの嘉愁がまずこう火の神様でそれからこうその首をこう切り落 落とした雨のりっていう,こう剣は、まあ、剣でもありこう同時に、えーまあ、剣の神様でもあるっていうね、まあ、そういうようなこう存在だったもんですから、あのー、この角土のこう死体から生まれたあこう次の世代の神様っていうのはあこの飴のオハバりとそれから火の角土のこう性質ですねあの火とあと刀なんですけども、まあ、この性質っていうのをこう受け継いだ神様っていうのがこう次の世代になってくると。 いうことになりますね。